今日も美しいですな、ブロムさん。それは私の槍、なぜここに？あやつが王大王にもらったとか言っておったの。姫は王の娘さんじゃったな。姉様が最後に託した槍を人にあげてしまうなんて。私、長く眠っていたようね。ご気分はいかがですか？もう少し経ったらお茶にいたしましょう。あなたまでついてきてくれて幾分か気持ちが落ち着きます。嫌だと言われてもおそばでお世話させていただきますよ。ミリス、ありがとう。お姫様、プーカの商いでございます。何か必要なものはありませんか？ここにいたのか、グエンドリン。黒い剣士オズワルド、私を手に入れたのは敵の先兵だった男。運命の神は私に苦難を課せられた。俺はもうすぐ立たなければならない。その前に君にこれを渡しておきたかったんだ。さあ、手を出して。この指輪は？他に気の利いた贈り物を持っていなくて、ワーグナーという名の竜から手に入れた美しい指輪だ。ティトレルの指輪？受け取ってくれるかい？どうして私にこんな貴重なものを？どうしてだろうな。そうだ、きっと笑顔が見たいんだ、君の喜ぶ顔が。私は戦士、喜びを得るのは戦いに勝利した時だけです。
動揺しているわ。彼に惹かれているの？いいえ、あの男は敵です。彼に殺された仲間の兵たちを思えば、いくら優しくされても許せはしない。この気持ちは父の魔法のせい。恋や愛ではない。あるはずがない。いずれ隙を見て仇を討ちます。お父様もそれを望むはず。あなたを捨てた王と祖国に忠誠を尽くす意味はないわ。私はただ父の喜ぶことをしたいだけ。それはさっきの彼のセリフね。あなたが父を慕うように彼はあなたを思っている。それが何だというの？今の私は支配される囚人に過ぎないわ。オズワルド、やはり行くのか？ああ、約束だからな。グエンドリン、待っていてくれるかい？私はもうあなたのもの。待てとご命令ならそのようにいたしましょう。君は物なんかじゃない。そんな扱いは誰にもさせない。絶対に。行ってくる。すぐに戻るさ。この指輪は間違いなくティトレルの指輪。これで結晶炉を動かすことができる。お父様にお届けしなければ。グエンドリー様、急いで王に取り次ぎを。何をする！追放の身だとしてもこの仕打ちは許さんぞ。あなたのお命を奪うようにとの王命が出ているのです。Ah!
Thank you.
っとっと、敵じゃない。私はこの国に出入りしている単なる商人に過ぎません。お金さえ払ってくれるならお客の素性は詮索しませんよ。おっとっと、私お金さえ。Oh!
Hey!
あんたはまともそうだ。
女王は、わしを高く評価されてんな。魔石を度々盗みに来る王大王への懲罰を任されたのだ。見よ、もはや我らの王は我が道家、ついにこの国はわしの手の上よ。この国の混乱はお前が命じたものか。汚らわしい王から離れよ。その羽をむしり取り、屈辱と共になぶり殺してやる。お前の魂はわしのおもちゃになるんだ。
用があり、あえて金を破りました。これをお持ちください。キトレルの指輪です。でかしたぞ、グエンドリ。あの男、オズワルドを導いたことはやはり正解であったか。導いた？どういうことですか、お父様。あの男と取引をしたのだ。竜を殺せばお前を与えると。 あの男は見事にお前を勝ち得た。そして指輪は世のもとへ。この度の働きでお前の罪は許されよう。戻ってくるのだ、娘よ。名誉は回復された。黒い剣士オズワルド、あの人はドラゴンと戦ってまで私を。 私の戻るべきところはもうここではありません。グエンドリン、オイトマオ、オーガ、テンと共に検証であられますように。